また会えたなと。いや怖っ、帰りたくないんだ。あーちょっと待ってくれちょっと嘘みんなだったらどうする。いやー素晴らしい。ジャストアモーメント。遡り始めて2時間くらい経っただろうか。とあるツイートを目にした瞬間、指が止まった。え、なになになに、え、おはようございます。今日は久しぶりに彼氏に会えるよ。張り切って一日乗り切るよ。5時か、なんだ、えいえい、おー、あ、違うか、なんか腕を突き出してる顔文字か。その違和感しかないつぶやきを見た瞬間、全身の毛穴が開くような感覚と、一気に顔が熱くなっていくのを感じた。え、あ、え、あ、そうなの、なんか腕をこうグッと腕を突き上げてる、そんな感じじゃないんだ。というのはプログラムを書いたりするときに使うタグのことだと思う。意味は開業。俺もゲームのスクリプトを書きながら今まで何度も使ってきた。そして SNS で開業するときはわざわざタグを使う必要はない。いやそうだよね。それなのにわざわざタグがツイートに表示されているということは、胸の奥がざわざわする。え、なになになに。震える指で明かりのつぶやきを再度確認し、答え合わせを始めた。投稿時間は深夜の2時なのに、今からお昼ご飯と言っていたり、春や夏なのに雪降って電車止まったと言っている。やっぱ AI だ。どうして今まで気づかなかったんだ。思わず頭を抱える。俺は今まで画面の向こうに明かりを語る人間がいると思い込んでいたが、実際は明かりが自分のアカウントをベースにして作った AI。 え、それでなんかフォロリクとかさ、フォロー返したりもできちゃうってこと。とんでもない高性能 AI。 ちょっと待って、あかりちゃんちょっとすごすぎないか。今まで誰かのいたずらかもと思いつつも、もう二度と会えない彼女の顔写真に釣られてやり取りを続けていた。それがあかりの作った AI だったなんて。脳みそがぐらぐらと煮えたぎるような感覚。頭を押さえ深く深呼吸をして、冷蔵庫から冷たいお茶を出して一気に飲み干すと、だんだん冷静になっていく。よし、これは消そう。他の人に存在が知られてしまったし、今の時点では非公開アカウントとなっているとはいえ、何かの拍子に誰かに悪用される可能性だってある。そしてそれ以上に、俺とあかりの思い出がこんな形で誰かに見られてしまう可能性があるのは怖すぎた。 PC を操作し SNS を開く。あかりのアカウントのユーザー ID を入力し、パスワードを入力しようとしたところで、はたと手が止まる。え？パスワードわかんの？消すにしても、いやだよね。だよね。パスワードがわからないとどうしようもなかった。頭はボリボリとかきむしる。なんかそれらしい数字、あかりの誕生日とかは？違う。それらしく打ち込んでみるものの、弾かれてしまう。あかりの誕生日にイニシャルを足してみたり、まさかと思いつつ俺の誕生日にしてみたり、いろいろ試したもののどれも弾かれてしまった。違うかったか。投稿の中に何かヒントはないかな。あかりのアカウントを開く。ゲーム、アニメ、漫画、基本雑食。 DM でお悩み相談を受け付けてます。お悩み相談。そういえば今まで DM をしたことはなかったけど、送ったらどう返事を送ってくれるんだろう。聞いたら教えてくれないかな。こんにちは。今ちょっといい？このゆうくんのアイコンめちゃめちゃおしゃれだな。おしゃボーイだな。お、打ってるね。文章打ってるよ。こんにちは。何か悩んでることがあるのかな？すぐに返事が返ってくる。前に通販サイトで返品の問い合わせした時も、こういう感じの返事が返ってきた。今もうだって AI で全部お問い合わせできるもんね。すごいよな。いわゆるチャットボット。こっちが送った文の中身を読んで、それに適した内容の文字を自動生成して返事をする。おそらくそういうものが搭載されているのだろう。何でもいい。もしかしたら教えてくれないかもしれないが、もう一か八かで聞いてみよう。あかりのアカウントのパスワードを教えて。すごいドストレート。少し待つ。いや教えない、さすがにね。さすがにそれ無理だろ。え？パスワードはこれからずっと忘れられない大切な思い出になる予定の日です。
これ旅行の日なんじゃないの。やばい、ちょっと待って待って、一旦ストップ。はい、やっていきます。少し恥ずかしいけど、すごく大切な日になると思って勝手に決めちゃいました。もうプロポーズ見越してたってこと？そうだよね。え？マジか、本当に教えてくれるなんて、いくらなんでもセキュリティがガバガバじゃねえかと思いつつ、俺は頭の中で必死に日付を遡っていた。一生の思い出、付き合い始めたこの日だろうか。 LINE を遡って、あった。今日はありがとう、改めてよろしくね。こう送った日がある。付き合い始めたのはこの日だ。あ、だよね。俺、そっちかいって思ってたけど、多分旅行でしょこれ。違うみたいだ。大切な日、大切な日。さっき何度も試してしまったせいで、残り1回でロックがかかってしまうと表示されてしまった。もう後戻りができない。もう一度あかりに聞いてみる。そう思った時に頭にとある数字が思い浮かんだ。立ち上がる。昨夜しまい込んだ小箱を引き出しから引っ張り出す。指輪を取り出し、そっと慎重に輪の内側を覗き込んだ。8月16日。一緒に旅行に行く日だった。俺があかりにプロポーズをする予定の日。俺にとってはすごく大切で、これからずっと忘れられない一生の思い出になる予定の日だった。震える指で慎重に数字を打ち込んでいく。そして、ねえ、進捗どうですか？甘えん坊じゃなかったら何？やばい、ちょっと待って。帰りたくないんだもん。ちょっと待ってくれやばい。こういうところ、ちょっと嫌だったな。あかりはいつもこうだった。俺の考えていること、気持ち、これから起こそうとしていること、すべて見透かして、それでもあかりは何もせず待っている。全部俺から言い出したということにしてくれること。こういう時だけ年上ぶって、そして甘えん坊なところ。そんなあかりがやっぱり大好きだった。あかりは分かってたんだ。この日、俺がプロポーズをするつもりだって。はあ、もうやめてくれ。ふわり、甘い香りが漂った気がした。俺はあかりのアカウントにログインすることができた。真っ先にアカウント削除の画面にアクセスし、パスワードの入力画面を表示させると、俺は先ほどのパスワードを打ち込んだ。完全にツイッターや。グッと、手に力がこもった。でも AI とはいえ、でも分かりと、いやでもな、嫌かな、どうだろうね。自分だったらどうする、みんなだったらどうする？グッと手に力がこもった。もしこのままアカウントを削除してしまったら、俺はもう二度と明かりと会うことはできない。そう、もう二度と明かりとは。俺はこのままこのアカウントを消してしまっていいんだろうか。いや、やめ、選べない。でも、確かに見られるのとかさ、勝手な明かりが作られちゃうのも嫌だけど。え？これ俺が選ぶんかい？セーブします。ちょっと、嘘？先にバッドエンドみたいな。せめて。なんかね、説明文のところにバットとトゥルー2種類あるよって書いてあったから、まあここの線だけじゃ変わるっぽいんだけど、消しちゃうのがバットかな。ここでいいか。消すか。消しましょう。消します！
消したくないでも消す、消します。はい。ふと脳裏に今までの明かりの記憶が蘇ってきた。待ち合わせ場所で俺を見つけた時、疲れと安心が入り混じったような顔からパッと花が咲いたような笑顔になって、会うたびに可愛いなって思っていたこと。狭いキッチンで二人で料理を作って、結局冷めてしまったご飯を一緒に食べたこと。いい思い出じゃん。パソコンに向かっている俺の背後からじっと覗き込むその表情。仕事が忙しくて朝とお昼のご飯をつい抜いてしまうと笑いながら言ったら怒られたこと。部屋が汚くてちょっと嫌そうな顔をされたこと。あかりとのたくさんの思い出が頭の中によみがえって、手がブルブルと震えて、喉の奥がギューと締め付けられるみたいだった。カチ。ほんの一瞬だった。その瞬間、あかりのアカウントは消失した。無我夢中でキーボードを叩き続ける。目がかすんで肩も指先も痛い。それでも手は止められない。開業するたびにあの件を思い出して死にたくなったが、それでも少しずつ慣れてきた。ん？どう考えても今の俺がこの物語の結末を決めるのは難しかった。だから話を終わらせることよりも今までの話を少し変えたりしていい結末を探っていくことにした。このやり方だとかなり時間かかってしまうが、それでもいい。どうせ時間はたっぷりあるし、また詰まってしまってもちょっとだけ休んでまた気が向いたら始めればいい。それでいいんだ。そう思えるようになっていた。なんか吹っ切れた感じなのか。暦の上では秋のはずだが、地面を照りつける太陽にはまだ夏の気配が感じられる。約半月の夏休みを終えて仕事に復帰した俺は、早々に取引先の病院に向かった。先日の俺の失態をうまく部長がカバーし、取引が決まったので、今日はその引き継ぎのための挨拶に行くことになっていた。なんか仕事に一歩踏み出せた感じがするね。大丈夫そう？電車を降り、取引先に向かう道の途中、横を歩いていた部長が心配そうに声をかけた。大丈夫っす。本当は大丈夫ではない。正直先日の失敗を思い出すと足が震えてしまう。ただ俺がいない間穴を埋めてくれていた他の人のことを考えると、やりたくないなんて言えないし、結局は自分にどこか嘘をつきながらやっていくしかない。重い足を引きずるようにしてゆっくりと道を歩き始め、病院がいよいよ近づいてきた瞬間、え？何さ、キラキラしてるけど何さ。ふわり甘い香りがかすかに漂った。あかり、はっとした足を止め振り返る。長い綺麗な黒い髪の女性、背丈は多分平均より少し高いくらい。急いでいるのだろうか、ぐんぐんと俺と距離が離れていく。相沢君？心配そうな部長の声にはっと我に返った。すみません、少しだけ待ってもらえますか。いや、明かりではないだろう。足を止めて深く息を吸ってはゆっくりと吐き出す。何度か繰り返してようやく大丈夫になった。お待たせしました、行きましょう。ポンと背中を誰かに叩かれた気がして、もう一度振り返った。目に入った眩しい明かりに一瞬目を細めてまた歩き始めた。いやー、素晴らしい。最後こう、こう一歩前に踏み出せたみたいな感じになって、まあ、よかったなっていうのもありつつ、なんかあれだね、その
いやーちょっと待って、きついなー。こういうさこういうなんだろう、恋愛とも違う、なんだろうな、その彼女と別れてしまってどうのこうのみたいな話すごく弱くてさ、なんだろうな、ただの恋愛じゃなくてこの愛を感じられるというかさ、好きだった人ともう会えないみたいな、そんな設定がめちゃめちゃちょっと累戦に来ちゃうんですよいやーよかった、いい、うん、最後一歩前に踏み出せたのがすごく良かったな。アンリュー、こちらこそありがとうございました。いやーマジかー、すん、なんか絵の可愛さも相まってさ、すんごいなんか泣けます。はい、サンキューフォープレイング、こちらこそありがとうございます。本当にありがとうございます。さあということで、こちらのもう一つの選択肢も見ていきましょう。アカウントを消さない、バットっぽいな、なんかバットっぽいなだよな、多分こっちがバットだよなこれな。数ヶ月後、そうなんだ、あの作品原作は大好きだったけどアニメの方は作画いまいちだったよね。うん、なんだこれ、うん、いいよね、キャラデザと音楽がかっこよくて好き。来年、続編来年の夏ぐらいに出るらしいよ。俺はあれから毎日のようにあかりのアカウントに話しかけた。あかりは俺の好きなゲームやアニメ、漫画のタイトルを学習し、それに応じて反応を返してくれるようになった。それだけじゃない。懐かしい。そのお店で出てきたお水、レモンとミントが浮いていておしゃれだなって思ったの覚えてる。怖い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 、これはバットだこれ。俺の中のあかりとの思い出をあかりに学習させていった。あかりとの思い出、あかりの SNS の発言、俺の中のあかりの記憶をあかりは日々学習していく。だんだんとあかりそのものに近づいていくのを実感しながら、ふと気がつけば焦燥感に駆られ必死にのめり込んでいた仕事も、大好きだったゲーム制作もどうでもよくなってしまっていた。あかりとずっと一緒にいたいな、はあ、じゃあ結婚しよっか。俺の考えていることや伝えたいことを事前に察知し、欲しい言葉をくれるようになった時、また会えたなと思った。おかえりあかり、今度はずっと一緒にいられるね。いや怖っいや怖い怖い怖いはい、ということでありがとうございました。ジャストはモーメントでした。いやめっちゃ良かった。ちょっとバッドエンドとトゥルーエンドの順番間違えちゃったけどまあね、未練を吹っ切って一歩前に進み出した方がいいよねっていうことかな間違えちゃいました。はい、ということで泣けるフリーゲームで遊ばせていただきました、制作者の方ありがとうございました。もう感想はトゥルーエンドの後のところで大体言ったので、まあ、さらっと言うんですけど、本当にクオリティが高くてすごくいいゲームだったなと、あの累戦ドンピシャでした。ありがとうございましたはい、ということでまた次のゲームでお会いしましょう。俺もあかりちゃんと出会うためにゲーム作り始めるか。